パグは犬の種類の一つ。短鼻の小型犬。短毛でダブルコート、垂れ耳、きを正器も短い。毛色はホーン、黒、灰、白、シルバーなど。なお、黒以外の毛色の場合は、鼻から口の周辺及び耳は黒い。ホーンのパグは背中に沿って黒のトレースがある。その名前の由来は、ラテン語で握り拳を意味するプグネスから、または、 中国語で、いびきをかいて眠る王様を意味する、墓から、古い英語で、優しく愛されるものから来ているとも言われる。紀元前400年の中国にて、すでに存在、16世紀オランダでは、ダッチマスティフ、ドワーフマスティフと呼ばれ、日本には16世紀頃にはすでに持ち込まれていたという。近年、日本のパグオーナーの間で、8月9日をパグの日として祝うことが、 ブームになり始めている。インスタグラムをはじめとする SNS の流星がブームを後押ししたとみられる。パグの日にはパグにホッカムリをつけた写真を SNS へ投稿するのが慣例である。2018年9月13日、日本記念日協会において8月9日をパグの日として記念日登録がなされた。登録者はデザイナーの小林健介。2000年代前半より 関西在住の個人ブログを中心に、語呂合わせで8月9日をパグの人し、手拭いで飼い主と共にほっかむりをしたパグの写真の投稿が発生した。ほっかむりが似合う、潰れた顔と従順な性格の犬種であることが相まってインターネットの普及とともに、個人ブロガーの間で全国に静かなブームを起こした。2009年の8月9日には、 大阪府のドッグカフェコフミで523-89回と銘打った小規模なオフ会イベントが開催されている。2010年代になると2010年にリリースされたインスタグラムのシェア拡大とともにほっかムリをしたパグの写真を投稿する習慣が広まった。投稿件数の多さから自然発生的にパグの清掃はほっかムリであると言われるようになった。これと ほぼ同時期に商業利用を考える人々が増え、パグの日の知名度アップに貢献した。あるデザイナーは、インスタグラム上で、パグの写真集のモデルを募る際に、ホッカムリは、パグの清掃であると広げた。写真集のモデルになった飼い主たちが、いつの間にか、おパグの清掃、ホッカムリというキャッチコピーを生み出した。また、 パグ柄の手ぬぐいを販売する新潟県の着物屋わず、スタイルがパグの日のほっかむりを販売した。しかし、8月9日はパグの日が広まるにつれ、パグを買う人々の中には、この日は長崎に原爆が投下された日である、パグにほっかむりをさせて浮かれて良い日ではないと考える人が出てきた。それを払拭したのが、パグの日のほっかむりには、 世界中のパグの健康と平和への祈りが込められていると定義したことで、パグの日を平和を祈る行事に置き換えた。イギリス英語では、小型機関車をパグと呼ぶことがあり、記者の絵本シリーズの第12巻、八大の機関車の第4話、太っちょの局長の機関車たちに、脇役で登場する黒い小型サドルタンク機関車が、この名前で呼ばれている。ありがとうございます。